私たちはあなたのためにここにいます。私たちはクリエイターです。私たちは12次元の非物理的存在の集合体です。私たちはあなたが人生のあらゆる分野で常にベストを尽くしていることを知っています。あなたが自分自身に厳しく、誰かあるいは何人かの人に厳しくされたせいで、交際している誰かに厳しくなっているかもしれません。恋愛関係の中で最も適切だと思うことをしているかもしれません。恋愛関係で誰かと一緒になると、最初はその人の一番いいところを見る傾向があります。そして時間が進むにつれて、その人のあらゆる部分を見るようになり、その結果その人に対する愛情を感じることが少なくなります。平均的な人は相手を変えようとし、相手に自分のやり方の誤りを認めさせようとします。もちろんこれは人によって程度の差こそあれ、ほとんどの場合相手に変化を求めている人が変わる必要があります。皆さんにとって大切なのは、自分が感じたいと思っている愛が自分自身であること、そして相手が何をしていようと自分の中にその愛を生み出し、それを感じることができるということです。そしてあなたが相手に愛を送り、どんな状況でも愛でいるとき、あなたは相手から必要だと思うものを得ているのであって、自分の内側から得ているのです。その人を見たり、その人のことを考えたりするときに、愛を経験するために他の誰かが変わる必要はないのです。その人に焦点を合わせる方法を変える必要があるかもしれません。その人のことを考えるとき、何に焦点を当てるかを決める必要はあるかもしれませんが、あなたが条件付きの愛を提供できるように、相手が自分自身を完璧にする必要はないのです。多くの人は最終的に自分が必要だと思う人の全てになってくれる運命の人を見つけられると思って、恋愛から恋愛へと進んでいきます。ありのままの自分を受け入れ、愛することが大切であり、恋愛関係であろうとなかろうと、あなたの人生に関わる全ての人にそうすることが同じくらい大切なのです。私たちはあなたが子供たちや両親にも多くのことを期待していることを知っています。あなたは彼らが常に源と一直線に並び、源の無条件の愛をあなたに照らしてくれることを期待しています。しかしそうする方法を教わっていないために、そうできないことが多いのです。あなたの内側に入り、あなたの内側からあなたが本当に持っている愛を生み出すようにと私たちが言うとき、それは私たちがやろうとしていることなのです。私たちが教えようとしているのは、自分が本当に持っている愛を見つける方法であり、そうすることでどんな状況でもどんな人でもその愛になり、それを感じることができるようになるのです。そうすれば自分を完成させるために、あるいは無条件に愛してくれることを他の誰にも求めなくなります。そうすればあなたの人生はずっと楽になり、人間関係もずっと良くなり、必要な時にはいつでも自分を満たすことができるようになります。なぜならあなたはそれを実践してきたからであり、他の人と愛に満ちた恋愛関係になりたいから実践してきたのですから。しかし最終的にはあなたは自分自身とそのような関係を持ち始めたいのです。私たちはクリエイターであり、あなたをとても愛しています。